オーデマピゲの時計オーデマピゲは、スイスの時計、宝飾品メーカー。パテック・フィリップ、バシュロン・コンスタンタンと共に、世界三大高級時計メーカーの一つに数えられている。本社は、重慶国のルブラッシュにある。1875年、ジュールル・ヨーデマとエドワール・オーギュスト・ピゲによって、高級時計ムーブメント製作会社として設立。 その後自社ブランドの時計の製作をはじめ、トゥールビオン、ムーンフェイズなど複雑な機構を備えた高級時計メーカーとして知られるようになった。代表的モデルとしてロイヤルオークがあり、その他楕円形ケースのミレネリーなどが存在する。パテックフィリップ同様、創業以来製造したすべての時計の修理を保証しているほか、本社のある重慶国にあった現存しない、 時計会社の懐中時計の修理も受け持っている。ロイヤルオーククロノグラフ代表的なモデルとして、ロイヤルオークと呼ばれるスポーツウォッチがある。ステンレス製の八角形のベゼルとケース裏蓋が貫通して固定され、ネジ底が剥き出しとなっている八本のネジが特徴的である。さらに、文字盤には格子状に溝を刻んでいる。名前は、 イギリスの新京都革命の戦いにおいて、皇太子チャールズが身を隠し、追手をかわしたとされる木、ロイヤルオーク、および、この木から名付けられた複数の戦艦ロイヤルオークに、由来するとされている。この時計は、ジェラルド・ジェンタがデザインを手掛け、クォーツショック直後の1972年にデビューした。ロイヤルオークのデザインは、たった1日でデザインしたと言われている。 鋼へのオマージュというキャッチフレーズとともに、スポーティー、ラグジュアリーというコンセプトで発売された。ステンレス製の高級時計は当時例がなく衝撃的なデザイン、39mm という当時としては大きいサイズとともに受け入れられ大ヒットし、世界中に多くのファンを持っている。2005年には自社製のムーブメントである c ャル3 1 2 0を搭載した。 リニューアルモデルが発売された。2012年には、ほぼ1972年のオリジナルの文字盤を再現しつつ、ムーブメントを薄型にした復刻モデルも発売されているが、他のモデルよりも高額となっている。また派生モデルとして、クロノグラフ機能を持つ、ロイヤルオーククロノグラフ、クロノグラフ機能を持ちたい自防水性能をアップさせた、ロイヤルオークオフショアなどがある。 各国の代理店及び現地法人にアンバサダーの認定を任せているため、ローカルスターの個人モデルが豊富に存在する、いわゆる有名時計ブランドでは、非常に珍しく創業以来創業家による経営が続いているが、資本投下を行っていたジャガールクルトがリシュモンに買収されたことから、リシュモングループとの交流が深く、今でもジャガールクルトの株式は一部持ち続けている。 また、ムーブメントの開発と製造を行う、専門メーカー、ルノーエ・パピを傘下に収めている。ベゼルの形状が、戦艦ロイヤル、多くの幻想に由来するとも言われるが、デザイナーのジェラルド・ジェンタは、潜水服のヘルメットから着想を得たと語っている。ありがとうございます。